どうも佐久間です。というわけでまた荷物とか届きました。これとあともう一個大きいのあるんだよね。この荷物2つとも鎌田区っていう、まあ俺の友達が送ってくれたんですよね。え、何これ何これ何これ、あちゃん、竹竹竹、はい、やばいね、やばいね、これ流しそうめんセット。こっち寒いんすよ。もう一個届きました。これマジなんだろう。いきます、オープン。はいはい、じゃあじゃあこれ鎌田くんが作ってる靴なんですけど、なんか女の子よ、夢展望から出してる靴なんですけど、何、宣伝しろってことこいつ、どういうこと、これ送ってる意味、え、どういうことけど、にしてはめっちゃ重いんだよね。はい、開けます。これで靴だったらひどくない？はい、いきます、せーの、じゃじゃん、あらら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 、ら佐久間くんへ、もう夏ということで僕から流しそうめんの差し入れをさせていただきます。本物の竹を送らせていただきました。おっと、そうめんが入ってる箱かわいいですね。希少なやり方が。どうやら6月8日にオープンしたシェリープというブランドみたいです。それはともかく流しそうめん楽しんでください。はい、これも届いてましたね。つぶ貝送ってもらいました。スーパーではもう1万円相当ぐらいの量つけたんだよね。すごい、でかいね。つぶ貝はちょっと下処理した方がいいっぽいんですよね。まずはこいつを出します、外に。はい、出てこいや。はい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 、うわっ、飛んじゃった。どうしよう。中身出して洗ってちょっと油とか取ってやろうかなと思ったんですけど、こいつマジ頑丈すぎてやばいんで、ハンマーでもう家ぶっ壊しちゃってます。串刺しにして焼いてもいいんじゃないかなとか。綺麗に出せたらこの殻に戻して焼きたいんだけどね。粒がちょっと処理したんですけど、これもちょっとめんどくさくなっちゃって、まあ、あとはもう普通に焼こうかなと思います。俺あれ海鮮居酒屋でバイトしてたからさ、専門学校1年の時、でつぶ貝はこう海底は爆発しちゃうから、あんまこう、炭の中心に置くと破裂するんだよね。あ、そうなんだ。そうなんだ。これを焼きながらこちら鎌田区からもらったそうめん湯がいていこうと思います。え、これ本物だっけ。いや、これ結局偽物だった。ああ。こっから流して、どこに着地させるか。受け皿、受け皿いるじゃん。いやけど俺らそんなに水ねえでよ。確かに流そうなんてダメね。そう、ホースだもんな。こう流れてきたのをここ鍋構えといて、巻いて雇ってで、こうここでつつけて、一回ちょっと、じゃあ、はいはい、おお、サブサブ水多いよ。これね、これ今日テンション上がるね。やってみたやってみた、テンション上がるね。いきます。はい、はい、投げて、あ、来た来た来た、あー、主張した、あるある、うん、おお、おー、来た来た来た、ナイスキャッチ、おー、来た来た、ナイスキャッチ、いい気持ちや。待って待って待って、そうめん、お湯だからさ、どんどん柔らかくなってる。あ、やばいやばい、早く食べる、早く食べる、待ってじゃない、待って、うん、はい、いきます、うん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 、はい、いきますよ、おー、あ、いいね、はい、いきますね、あ、いくよ、もう一回、おいおい、入んないから、もう、はい、やばい、はい、乾杯しました、そうめん。いい、ごちそうさまでした。いただきます、つぶ貝。うまい、うまい、全然違う、大きさがまず違うね、今思ったけど、でかすぎ、つぶ貝のでかさじゃねえことに気づいちゃった。やば、まひってたわ、開けた瞬間全部でかいから、めっちゃ引っ張ってんのに取れない、やばくない。4本だって、ここからす、ここからす、そうなんですよ。砕くか、砕くか、砕こう。 OKOKOK、 そいつ一発じゃん、職人がいるわ、二人の。250円、あー、安いね。いや、もうこれは俺だったら高く売るね。やっぱ1個1000円ぐらいさせるわ。
このロードのね、このデカさあってじゃないぬめりも。そっか、そう、出ないっしょ、絶対ありえるな。すごいこのネバネバ、ほらもうつかめるよ、ほらやばすごっ、わ、すごっ。いや、いいね、いいね、いいね、頑張った甲斐ありますわ、これは。なあ、おお、出る出る出る、おお、クワコイでめっちゃうまいわ、マジやっぱ。けど自分でさ、やっぱいっぱい掃除したじゃん、これ、うん、気持ち悪いなんかあんな掃除しないと食えないものをさこれ、カイロが食ってんだよ今ね、これ。あー、なるほど。考えるけど、なんか気持ち悪くなってきた。確かになー、これちゃんと処理しちゃうもんね。これ全部ちゃんと処理した、しちゃったこれビール飲みてぇなやべ、眩しい、やべえな、これ。21日、今今日21日だから、ガレージ生活残り4日となりましたね。いや、いろんな人から荷物送ってもらえて幸せもんです、本当にありがとうございます。というわけで、残り4日も動画更新していこうと思いますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまた動画撮ります、バイバーイ。